長年取らせていただきました。今日ちょっとマスコミの方非常にたくさん来られてますので、ちょっと早いんですけども、多めに時間を取って質疑応答の時間をですね、取らせていただきたいというふうに思います。ご質問等がありましたら、よろしくお願いします。はい。失礼しました。時事通信社の大塚と申します。ありがとうございます。質問ですけど、その12月の時の、会見にも厚労省でやられた時、案内させていただきましたが、この申し入れ内容ですね、これは今後も変わらないのか、これはまたどっかのタイミングで何かこういう政策提言なり作っていくのか、その辺、つまり要望事項というのは今後どうなっていくのか教えてください。要望事項自体はですね、どんどん増えていくと思います。はい。本当に絞って言ってたんですけども、これはもう全然手始めにすぎませんで、また会員の方が増えればそれぞれの意見というのが出てくると思いますので、それを、全部政策にまとめてですね、提言していこうと思っていますので、これは全然終わりではなくてですね、むしろまだこれはほんの最初の一歩ぐらいというふうにお考えいただければなというふうに思います。ありがとうございます。それさっき財務省にも行くとおっしゃいましたけど、はい、それが、どれぐらい、何月ぐらいとか見込んでいるものがあるんでしょうか。またその次に政策の提言とかですね、要望事項をどのぐらいのスパンでまとめようとしているのか、なんかもしあれば一応ですね、そのベーシックインカムとか給付付き税額控除についての勉強会といいますか、そういうイベントをちょっと開催させていただきたいなと思っていまして、でそこで意見、いろんな意見を、聞いたりとか、いろんなアイデアを募集してですね、そこで、改めて財務省に政策提言に行くという形 にしようと思っていますので、春ぐらい。いやでもね、すいませんね、なかなかまとまらないんですよね。ただですね、勉強してからまとまったものを言うというよりは、財務省に行って勉強した方がいいところもあるじゃないですか。ですので、随時ですね、これは生き物みたいなものなので、この団体そのものが状況に応じて迅速に形を変えたり動いたりするんですけど、ひょっとしたら私たちが頑張ったら4月ならまだ変わるとしたら、私としては2月ぐらいに何かアクションが起こせたらいいなというふうに考えていますが、またディスカッションして皆様に発表できるかと思います。はい、よろしいですか。はい、ありがとうございます。読売新聞の糸井です。今日のこのね、またそれは全員いわゆる就職の難期世代の人というのでもよろしいでしょうか。いわゆる役員の方が補足させたっていう。役員がですね、今のところですね、7名なんですけれども、それがメーリングリストに登録している人数が20人ありまして、で一応この方が他方メンバーというふうにカウントするのであれば、一応20人で補足したという形でよろしいかと思います。ただもっと、人数が多くなってから補足すればいいっていう話もあるんですけれども、タイミングっていうのもありますし、あと、このようにメディアの方が取り上げてくださることによって、また活動に加わろうという方も増えていくと思いますので、それを期待して、ちょっとまだフライング気味ではあったんですけれども、とりあえず結成集会をやって、こういうのをやりますということをやって、でそれで日本中にアピールをして、で活動の輪を広げていけたらなというふうに思っていますので、最初は人数は少ないんですけれども、今後全国に拡大していく予定で、今頑張っているところです。よろしくお願いします。
20人っていうのは全員氷河期世代の人を考えているんですか？メーリングリストに今入っているのはみんな氷河期世代です。全員、はい、そうです。その確認っていうのはもうご自身の申告でっていうことですよね。そうですね。何をもって氷河期世代というのかっていうのがですね、高卒と大卒としてもちょっと微妙に年度差がずれますので、自分が氷河期に就職したとか、あるいはその労働環境でひどい目にあったとかですね、そういうことを自覚している方であれば、我々特にその何年生まれとかそういう細かい規定はせずにですね、実そういうご本人の自覚を持って氷河期待というふうにしたいと思ってますので、そのような形で考えてます。はい、その続きなんですけど、このままこの団体というのはいわゆる市民団体というか、はい、市民団体を、この NPO 法人化とかそういうことは考えてまだ議論中でしょうか。議論中ですね。ちょっとごめんなさい。でもなんかそのためにはしっかりした方がいいんじゃないかと思ったので、でもまだ言わないですか。はい、ちょっと今のところ任意団体という形でやっておりますので、今後、人数が増えてくればですね、またちょっと違った形を考えなければいけないのかなというふうに思ってますけれども、現時点ではそういう形で。ロスジェネショックについてなんですけども、はい、これは、来た人のいわゆる相談に乗るようなこともあるんでしょうか、皆さん。はい、こちらで就職相談コーナーということで、今まで大人食堂を運営されてた方ですとか、またうちの役員の菅井さんですとか、今まで就職相談 のコーナーを担当してた専門家の方もお力をお借りしまして、そういったコーナーも設ける予定になっております。一言を呼びかけていただくとしたら、どういった人に来てほしいか、そういったところがあれば、どういう人に来ていただければなという。はい、当事者として一緒に人生を取り戻したい人に来てほしいです。また今まで自分に価値がないんじゃないかとか、踏みにじられて自分なんかって思ってる方に諦めないでほしいという思いがあるので、一緒にそういった方が人生を取り戻し、同じこと言ってますね。そうですね、そういった方に一歩を踏み出しながら一緒に頑張ろうと思っていける場にしていきたいので、誰にも今まで言えなかったけどとかいうふうに一人で悩んでおられる方に来てほしいなと思っております。もう一点だけ、ロスジェネ食堂は今後続けていく感じですか、定期的に。はい、いつもこんな感じで次の予定が決まらないまま動いているので、今年何回やります、何日ですとかいうのは言えないんですけれども、すでに他の地域からも参加したいと、行ってみたいという声を関西の方からもいただいてたりするので、定期的に地域も変えながらやっていきたいと思っています。また今回もこのキッチンがあって、普段食堂としてレストランとしてバーとしてやっている場があるから、こういった活動ができるということがありますので、ワイルドピッチさんのように提携してロスジェネ食堂を開催したいというような、あ、来てくださったんですね、大宮さん来てくださった、ありがとうありがとうございます、すいません失礼してしまいました。ではちょっとぜひ一言大宮さんからも教えて一言いただきたいと思うんですが、ロスジェネ食堂は今後提携して行いたいという全国の店舗さんも募集しながら、全国で行っていきたいと考えております。ワネさん、ぜひ一言。今、はい、あ、じゃあ、どうしましょう。天宮君に電話、ちょっと今文化放送のラジオに生で出ていて遅れて、そこから向かったんですけれども、私も今日初めて来たからよくわかんないんですよ。よくわかんないけど、まあ氷河期ネットっていうのは、私も、75年生まれで、氷河期世代で、でもう今月45歳になるんですね。でも45歳まで氷河期世代とか言えると
やっと人生再設計大世代と去年名付けられたけども手遅れだという気持ちがすごくあるので、とにかく当事者が発信していかないと、どんどんやっぱり若者じゃなくなって中年になった途端にやっぱものすごい報道もなくなるし、自己責任感もすごく強くなったって感じているので、まあ、このまま忘れられてしまうのが一番こう不本意なので、この活動はすごくあの嬉しく、形成されたことが嬉しく思って、まあ、今日はぜひ来たいと思ってあの来ましたということです。以上です。ありがとうございます。写真を撮らせていただきたいと思います。他に質問ありますか。作家の淡谷香里さんでした。はい、ありがとうございます。他に質問ありますか。あの独占世代の一番上の柴崎と申します。あのいわゆる独占年救済のためのベーシックインカムだとかそういう議論が結構あったりするんですけれども、あの給付付き控除って、税額控除って、あの実は独占年問題の前から結構言われてて、それは必ずマイナンバーカードと連動するっていうような形であの構想されてたんですよね。私あのマイナンバーカードだけは絶対にやっちゃいけない制度だと思いますし、あのマイナンバーカードと連動されることについてどうお考えなのか、いわゆるマイナンバーカードになりますと、あの人民をあの国家がもう収入から何から何まで監視するようなことが平気でできてしまうシステムだと思ってますので、その点をよろしくお願いします。もう一つあのいわゆる氷河期のため の, あの予算を組んだっていうのがあの600何十億円とか、そういうのがあの政府のあのにとって政府のための制度になってんじゃないかっていう、その疑問がものすごい強いんですよね。あの政府にとってあの社会保障費がものすごい増えるから、それを抑制するのが最大の目的じゃないか、あるいはもうそのロスジェネ世代 の, あの気持ちに寄り添うんじゃなくて、次の世代の教訓にまあ言ってしまえば食い物にする。